父ちゃん、トイレは？トイレ行かない。トイレ行かないの？うん、じゃ車見て回ろうか。運んでるよ。うん、運んでる。なんで？壊れたの？違うよ。あ、おもちゃね。なんで？おもちゃ？うん。お手伝いして。うん。ご飯もちゃんと食べて。ご飯食べて。綺麗になったんでチェーンブロック買いましたけど、それまで自力で押して。何行きたい？え？あ、ウサギ。じゃあちょっと待って。なんで？じゃあウサギ先行く。うん。ウサギ、ウサギ今日いるかな。かわいいね。うぬころくんかわいいね。いるじゃん、そしてウサギ。でかいっすよ、もう。ウサギ、ちょっと待って。そしていたら、ウサギ、こんにちは。こんにちは。あっちにもいるで、ウサギ。逃げてる。ソジ、ちょっと追わない。シロだって。シロ。そうで、ちょっとそこにポルシェいっぱいあるから、ポルシェ見に行こうよ。ちょっと待って、走んないで。走っちゃダメだよ。
かっこいいポルシェあるよ。これ誰の？ソジの。パパ。パパのでしょ。パパの。ソジの。ソジのパパ。ソジの。なんか見たい人は見てみて。あ、ピアスがないこれ。ん？これなんだ。これなんだ。わかんない。これソジわかるでしょ。これフィアットだよ。マークが違う。アバルト。ソジほら、あれウサギのおじさんの S8 くんだよこれ。ソジウサギのおじさんの S8 くん。ガンチェロ。俺のは RB25 用。うん、フォード。パパのと同じフォード。これは何？トラック、トラック。トラック？うん。前、前見て、前見て。さんところのだ。水上か。かっこいい。かっこいい。こっちこっちこっち。こんにちは。かっこいい。GTR。走んないで。新幹線みたい。お前カマロかっこいい。カマロかっこいいね。これすごいかわいいじゃんこれ。変わんない変わんない。なんで？変わんないよ人の車。YouTube 見てます。ありがとうございます。ラポジですよね。はい、ありがとうございます。YouTube 見てんだって。え、誰にだよって。パパの YouTube 見てんだって。それじゃあこっちこっち。
浜シングルナンバーだ。かっこいい。ブルーバード、うん、ブルーバードいるよ、ほら。ブルーバードそこら辺にいっぱいいるよ、ほら、赤いやつ、ほら。赤いやつ、あれブルーバード。ブルーバードこれ、うん、ブルーバード、スカイラインね、これ。これもブルーバード。これ違う、これダットさん。ダットさん、うん。めちゃめちゃかっこいいじゃん。めちゃめちゃかっこいいね。おもちゃどこだ？おもちゃあった。うん。おもちゃ。そしてこれなんだ？これなんだ？アウディ。アウディかっこいいよね。うん、これなんだ？ビートル。ビートル。正解。ビートル。あ、水触んないで。あれじゃあこれハンドル変えたの。これ、うん、変えたよ。なんで、うん、運転しやすいから。運転しやすいから、うん、帰るよ。ワゴン珍しいな、ソジ。ワゴン、うん、行っちゃった。はい、帰ってきました。最近ポルシェいじくりましたかっていう質問が来てまして、特にねそんないじってないんだけど、まあ現状違うとこはこのダックテールかな。でこれ今実はここのあのエンジンフードをグリルをね作ってて、あのラズルダズルオリジナルで、で、あの、純正のフードをね、今、業者さんに送ってまして、だからこれはちょっと仮のね、社外の、ダックテールなんだけど、これもちょっと変わっててね、この、追加ウィングが付けれるように、このね、これ、なってる。なってるっていうか、追加ウィングを付けただけなのかな。うん、で、まあ、これはこれで、いいかなと思って、今、このまんま、とりあえずくっつけてて、まあ、もしかしたらこれだけ、色入れるかもしれないですね。なんか、うん、グレーとかそんな感じにしようかなと思ってて、であとはね、まあさっきうちのチビも言ってましたけど、あ、起きた。このねハンドル、これアメリカのグラントってメーカーのウッドステアリングなんだけど、純正に比べてちょっとねこうディープなんですよ。で僕の体格だと、まあ、シートとかの位置調整するとハンドルがどうも遠くて、で前使ってたのモモのねステアリングも良かったんだけど、ちょっとね径もちっちゃいこともあって、まあ運転しにくくて、でなんかないかなと思ってたこのフォード用にね買ったんですけど、これがなかなか良くて、アダプター使ってつけちゃおうと思って、でつけた、昨日つけたばっかなんですけどね、なかなか、うん、握りもすごい僕好みでね、こうここの幅は細いんだけど、縦に深いので、幅があって、このね、なんか、指当ての切りもついてて、うん。そんな感じで、ホームボタンはね、ヴィンテージの、桃用を加工しました。っていう感じで、今後はね、ちょっとまだ色々考えてるんですけど、まあしばらくね、乗るのが楽しいから、乗ろうかなと思ってますが、ホイールとかちょっと塗るかもなーって感じですね。内装もね、あとは、うちのオリジナルで作ってるね、あのバケットシート、あれをつけようかなと思って、おります。今年はね、1回か2回は、
ポルシェのイベントに出たいなと思ってるので、またねイベントや奥多摩で、見かけましたらぜひ声をおかけください。今日もねたくさんいろんな人に、YouTube 見てますって言っていただけました。全然更新してないんですけどすいません。そんな感じです。では